イヤホンなくて、ワイヤレスはすぐなくなるって。いや、うちワイヤレスじゃないんですよ。ワイヤレスはちょっと怖くて、あんまし持ってたんですけど、父にあげたんですよ。なんでだろうな。確かに今日劇場公演やって、お昼で今日劇場公演やって、バッグの中に入れたんだよ、予備ないので。一回もうなくしてたんですよ、イヤホンで。もらったんですよ、イヤホン。それなくしちゃったんですよね。でも、いや、確かに持って帰った気はするけど、劇場に向かった時には使ってて、劇場にあるのはわかるんだけど、そっから持って帰った記憶はあるけど、使ってはないんだよね。持って帰った記憶はあるの。記憶を今辿ってるんだけど、持って帰った記憶はあって、でも劇場行ってからは使ってないんだよね。いや、でも確かに入れた感じはするけど、劇場かな。どう思う？ねえ、どう思う？どう思いますか、うさぎさん。劇場にあるかもって。やっぱそうだよね。それやっぱそれだよね。マジで。でもさ、ないんだよね、本当にさ。どこをやった、うち、マジで。嫌なんだけど、超最悪。うわなんでないんだろうな。こんなところにあるわけないし。普通に待って、忘れたか。ねえ、なんで？本当にジョギングする人みたい。なんでだろう、マジで。ねえ、ちょっと、本当にな。今日どのバッグ入れてたや、これか。嘘じゃん、そんなことある。やっぱ忘れた。やっぱ劇場かな。最悪だな、本当に。最悪すぎんか。ポケットの中とかは、まあ、でも劇場から使ってないってことは、次劇場にはあるんだよね、多分。どこにもないんだよ。もうピエンすぎるんだけど、最悪。諦めた方がいいね、これ。諦める、分かった。いっぱいお話しよう。じゃあ最悪、イヤホンないと本当に生きていけないの。うち超音楽が大好きだから、本当に最悪。ねえ、待って、もう一回探す。やばい。荒れてるよ。いや、マスク、あ、まあそうだよね。まあそうだよね。いや、これは忘れました。劇場に、多分。おんぎゃー、憎つらい。黒って反射する？黒って反射するか。着替えようかな。
着替えようかなって言っても何に着替えるって話ですよね。チェン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 、オンギャーオンギャー、悲しい。この上着もあり出す。この上着はよくわかんない。ミクさんネックレス復活したって。うちネックレスずっとつけてるよ前から。でもこれ新しいネックレス、ペアルックネックレス、ミミとねお揃いしたら、ミミとお揃いのなんかネックレスをつけてたら、今日エレタンから、エレがタンプレであげたネックレスはって言われて、可愛いってなりました。もちろんネックレスはいっぱいあるんですけど、入れたのも大事に保管してつけていますよ。真冬みたいですねって。あ、そう、さっきまで糸島行ってたから真冬なんだよ。でもじゃん、あれみたいなあれみたいな、ここからはここからはあの夏です。中は黒だったら何でもよかったから。そうそう、季節感おかしいんですよ、まあ、中見えないからこれでいいんです。反射する、白くて。白くて反射する。おいでクラフトホリック。あ、反射収まった。反射する。うちの顔が見れるでしょこれで。超反射するけど、なんか着替えようかな。なんかパジャマないかな。鏡代わりに使うなってね感じですよね。どうしようかな、どうしようかな、それに着替えよう。お風呂にも入らなきゃ。それに着替えよう。迷っちゃうな。ゆきちゃんね、可愛いパジャマいっぱい持ってるから迷っちゃう。今日メイク違うんですよね。そうなんでカラコンが入ってるから、何しようかな、迷うな。ねえ、歌歌いたかった。マジでちっきしょー、何やっちまったなよ。だよね、本当に最悪。うん、まあいっか。家にいるときはだいたいイヤホン使わないし、明日の移動時間だけって考えよう。あれね、最近ね、ネットフリックスのまたアニメにハマったんですよ。そう、鬼滅を見てからなんかもう鬼滅に全部を注げちゃって、他のねアニメをね見れてなかったんだけど、やっとこの間ディゼロの新しいバージョン見て、でその後にあの術式回戦だっけっていうのやつかなにハマって、それがすごくなんか面白かった。てかめっちゃレッドブル飲みたい。レッドブルレッドブルブルルル、何、うわよかった。
マジ危ない、ラスティ1本だった。いただきます。あー美味しい。今日で2本目。いいんだ今日くらいは。明日と明後日と明後日としあさっては頑張るので許してくださいこんな夜中に。元気あり余っちゃってる。めっちゃカラオケしたくて、本当にカラオケやりたかったのに。ブルってるブルってる。テンション上がってくるって見てですか。そうテンション上げていこう。劇場公演見て思ったんだけど、ミクリンっていぶきかな、楓かな、いぶきに身長、いぶきはいぶきに身長何センチって聞いたら151って言ってて、私 150.6 とかなんですよ。5でいいだろみたいな話になりますよね。だから実質抜かれてます。でもまあそんな僅差ですよ、変わんない変わんない。おいしい。ネイルを塗りましたか。なんか仕事の撮影があってネイルできなくて今だから、前夜祭あるじゃないですか25日に。だから前夜祭時に塗りたいなって思ってます。え、何ですか。はい、なんか顔全体が面白いだって。え、喧嘩売ってんのか。おれ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 顔全体が面白いと反射してるからかな。クラフトホリックよ助けてくれ。お人形さん大好き。人形さんないと寝れないの。いつもねこの子枕にして寝てるから枕がないと寝れないの。これか、あ、ハムスター枕にして寝てるいつも。おいしい。おいしい。あ、面白いじゃなくて白いって言ったんだろうって。あ、やっぱ着替えよう。なんかさ、これレッスン着としてねちょっと前まで使ってたんだけど、なんか誰も言われてはないんだけど、なんかさ、個人的にその家の全身鏡でもう服を確認した時に、あれ TM レボリューションじゃねって思ったんですよ。セクシーって思うじゃないですかみんなはね。でもうちから見たら、あれ TM レボリューションじゃねこれって思っちゃうの。わかる？全身見たらこうそうに見えちゃって、なんか恥ずかしくなっちゃって、あれ田中美久 TM レボリューション巻き起こしてるんじゃねみたいな感じで思っちゃって、もうそっからもう恥ずかしくって、同じ TM だし、あのもうちょっとこれ着れないと思って、まあ格好も格好で寒いから封印してたのね。でも今日はまあ暑いから意外と今日だからこれずっと着てるし脱がないしいっかって思ってたんだけど、恥ずかしいから着替えるわ。誰もなんかさ、そう TM レボリューションどう、ちょっと何着替え、どうしよう、あそうこれにしよう。これで反射してたらめっちゃショックなんだけど、てん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 て向こう行こう、怖いから。後で見せる。え、最悪どうしようって感じ。はこっち着よう。え、待って怖い怖い怖い。え、なんて恥ずかしいんだけど最悪。え、怖い怖い危なマジで。
っちでいいや。かわいいこのパジャマ。え、最悪。ちょっと待って、すぐ着替えるんで。これ大丈夫だよね。よし。え、よかった、マジで。え、大丈夫って感じだったんだけど、マジで。早く部屋片付けなきゃ。今汚い、めっちゃ部屋ずっと片付けてないや。なんか気に食わないからまた着替えよう。え、ね、聞いて、これね、このパジャマ可愛いじゃん。可愛いから、なんかこれ着ようって思ったの、うち最初。これこのパジャマ着ようと思ってたんだけど、着ようと思ってたんだよ。フードかぶってみてって。はい、クマだよこれ。あ、顔が見えない、見えないよ何も。クマさんだよこれ、ディモンがあって。ね、聞いて、着ようと思ったの。でもこれもう一生着れなくなっちゃった。なんでかっていうと、え、今ねこういうなってるじゃん、こうね。でこれ腕ね、みたいな、みたいな感じなんだけど、こう、これこうあるじゃん、これ脇なんだけど、ここみたいな、みたいな、みたいな、あれみたいな、なんでこうなったん？え、なんでこうなったん？何がどう起きてこれがこうなったん？脇に何か入れてた、うち。なんで、もうこれ着れないんだけど。めっちゃ可愛かったのに。え、最悪って感じ。え、本当に慣れた、悲しい。やってけねえな、やってけねえな、もうやってけねえよ。あ、まあいけるっちゃいけるな。こっちがあるわ。って感じだね。よいしょ、こっちにしよう。本当に最悪。あ、これさっきのじゃないからね、これは。こっちは普通にそのもう一個ある方、もう一個ある方だからね。え、本当に最悪。なんで避けてたんだろうって感じだよね、本当に。明日はね、6時起きなんです、うち。そう、6時に起きて、終年がそろそろあるんで、終年がそろそろあるんで、投資なんですよね、明日は。終年の投資だから、ガンバミクリンですね。頑張りにくりします。よいしょ、乾杯。近くないですかこれ。本当にそろそろさ、部屋片付けないと。本当に汚い、怒って。本当に汚い。今ね、人生で一番部屋が散らかってる。最悪だよ、本当に。今部屋が汚い。汚そうっていうのも失礼。めっちゃ部屋綺麗ですよ、うち。いつももういつもメンバーが、まあ、泊まりにエレタンとかも来てくれるんですよ。メルちゃんもこの間うちんち泊まりに行きたいみたいになって、まだ泊まったことないっけな、泊まりに行きたいみたいな話してて、結構メンバー泊まりに行ったり、泊まりに行ったりするんだけど、いつでも来ていいようにね、いつも綺麗にしてるんだけど、この間もお母さんのお友達が泊まりに来るってなって片付ける日決めてたから、まあ、それまでになんか片付ければいいやと思って、その家の片付ける日程を決めてたから、
その綺麗にしなきゃっていう常に日頃持ってるんだけど、まあ、今度片付けるしいっかっていうのが何日間かたまりにたまって汚くなっちゃった。まあ、結局その時間が合わなくて泊まりなくなったんだけど、綺麗にしなきゃな。一部屋どころじゃないもんね今ね。3部屋くらい汚い。今度っていうのが本当に一番ダメ。昨日私自分に誓った、明日は食べないって。今日何食べた？本当に焼き鳥も食べたよねあんたね。本当にいっぱい食べちゃった。まあでも明日頑張る。明日もう今日はいいって思ったからレッドブル2本目。しかも大きいんです、うちにあるレッドブル。心弱くないっすか？心は弱いです。もうね、ガラスです。落としたらもう割れちゃいます。うちの心はガラスです。だからあんまりうちのことをいじめないでください。ガラスなんでうち。よくしょ。まあ立ち直りはめちゃくちゃ早いですけどね。おいしい。もう寝る準備 OK だね。そうですね、まあメイク落としてお風呂入って、明日の練習もしなきゃいけないから、明日の練習もして寝る。眠い、めっちゃ。てかめっちゃ眠くなってきた。あ、やばい。お風呂入るのたまになんか、うん、眠いって言う時あるから無理。ねえクラフトホリックさん助けて、眠いよ、眠い、めっちゃ眠いんですけど、お風呂にね入らなきゃいけないしね、明日の練習もしなきゃいけないの。どうすればいいと思う？お前糸島行ってただろうって。岡本エレナと糸島行ってただろうって。そんな時間があるなら練習しろボケって。糸島行かなかったら今頃お風呂も入って練習もできてたんじゃないって。だから楽しいことがあった分そういうのを頑張らなきゃいけないんだよって。あ、そ、土星論です。クラフトホリック様、もう土星論です。もうドセロンでですね。はい、もうドセロンで、すごい口が悪いですよねクラフトオリックさんって。そんなことないですよって。ああ、でもすごいドセロンです。いいこと言って、まあ、ありがとうございます。そうですよね、楽しみましたよ。はい、楽しんだ時間がある分そういうのも頑張らなきゃいけないですもんね。はあ、わかりました。そうですよ、本当にそうですよね皆さん。そうですよ皆さん、土日に握手会行くでしょね、握手会で楽しむでしょ。だから月曜日頑張るんです。それと一緒ですよねクラフトリックさんね。土日握手会頑張った、楽しんだ、だからみんなも月曜日からまた頑張るんですよね。
そうです、土星論です。疲れたとかね、眠いとかじゃないんですよね。楽しんだ分ね、次が頑張らなきゃいけないんです。土星論です。はい、わかりました。はい、頑張ります。はい、後悔するのは自分ですからね。練習しないでね、全部自分に返ってくるからね。自分がね、どんな行動をとっても全部自分に返ってくる。それを主に自分は行動する。だからもう私は頑張る。そうですよね。うん、クラフトリックがそうだと言ってる。そうですね、土星論です。自分がやること全部自分に返ってくる。仕事頑張ったら頑張った分ね、自分に返ってくるからね、頑張れますよね。本当に私もそうです。はい、練習した分自分に返ってくるので、一人芝居ワロスって、練習した分自分に返ってくる、うん、分かってるなら風呂入って寝て。だってそうですよね、本当にその通りだと思います。早くお風呂入って寝た方がいいと思いますよ。はい、飲んでるんで、レッドブルさん、うん、おいしい。うーん、なんで日本のっていうか、おいしい時ってさ顔振りませんか。なんか、うーん、おいしいって、なんでにさ日本、なんかさ、なんか結構ドラマとかいろんな海外とかの見るけど、韓国とか海外の人あんま頭振らないんですけど、日本人の食レポって結構頭振りますね。なんか振っちゃうよね。うーん、美味しいって結構やっちゃうんですけど、どこもそうかな、誰でもそうなのかな。ね、そう、外国人の人は縦に振りますよね。まあでも、うん、美味しいってやりますよね。うち横なんです。うーん、美味しいって言っちゃう。ね、韓国もそう？あ、本当ですか？あ、アニョハセヨー、チヌン田中ミクイムニーだ。あー、ポッポーヘジュセヨ？ん？うちゅ？あー、のむのむさんへよ。うん、あ、すごい、韓国の人喜んでる、ありがとう。ワンピースのハンコックのモノマネやって。貴様ぞひざまずけ。メロメロメロ。マイメロやって。クロミちゃん、マイメロなんだけど。まあ、どこぐらい。美味しかった、ごちそうさまでした。はい、もう感謝、今日に感謝。明日からまた頑張ります。今日はわりかしちょっと贅沢しちゃったんで、本当に明日頑張るよ、自分頑張るよ自分。ドラえもんって、のび太くんどうしたの。のび太くん、またのび太くんはそういうこと言って。コプター、ちょっと似てないですね今日。いて、いや、暴力。タラちゃん、タラちゃんです、タラちゃんです。
みくりんにめっちゃ似てる学校の先生いる、だって。だから学校めっちゃ頑張れるって言ってる人いる。おお、でも学校の先生ってことは結構年齢上ですよね。おお、大人っぽく見えるのかな、うち。そんなことないのかな。確かになんかみくね、よくね、誰々似てるって言われますよ。なんかよくコメントとかでも 見かける。なんかみくりんってと誰々似てるって、みくよくいろんな人に似てるって言われるんですよね。本当に誰に似てますか、うち。誰に似てるって思います。芦田愛菜さんに似てる。あのね、芦田愛菜だよ。全然似てなすぎて震えた。石原さとみかな、なんて。石原さとみさんですか。それもめっちゃ叩かれますよ、本当に。なんかわ、なんか私が叩かれるやつですよ、なんか。それは田中美久に似てる。へ、ありがとうございます。そう、ファンなんですよ、美久さんの。よだちゃん、それもめっちゃ叩かれるやつ。うん、田中みな実が無難って、それもめっちゃ叩かれる。矢吹の国です。超、うん、ちょっとカラスに似てる。あーあああこの間なんかな、なんかお家でなんか一人でなんかカラスのモノマネしてたんですよ。したらなんか声出なくなっちゃって、うっみたいな声めっちゃ低くなっちゃって、本当になんか怖かった。すごい調べましたもん、ネットで。なんか声変わった、一生戻らないはてなとかって検索したけど、次の日に普通に戻ってた。出なくなった、大丈夫って。え、なんかな、1日4時間歌い続けてたんですよ。まあそれでなんかそれが普通か3日ぐらい続いて、でも別に声にがガラガラになるとかなかったんですけど、なんかドンって声に負担が来ちゃって、そう、急に、え、虫がいた、急になんか喉に負担がかかっちゃったから、なんかみんなも喉の使いすぎには気をつけた方がいいですよ。コールとか、今コールないけど、あ、何ですか、カワソに似ているよって。あ、なんかね、最近ね、よくなんか言われる、よく最近言われるようになった。なんだろう、カワソよく見るからかな。カワソよく見るから言われるのかしら。ラッコ？ラッコは違うよ。耳赤すぎんって。なんだろうね、こっちは赤くないんだよね。なんなんだろう、なんで、た、結構ね、何にもないんだけど耳赤くなったりするよ、うち。なんでだろうね、癖なんかな。え、あ、びっくりした。普通に何もしてないのに耳赤くなる、なんでだろう。耳だけなんだよね。でもこの間さ、めっちゃ顔が赤くなってたけど、ディスに似たらよく言われる、よく言われるよ。代謝がいいんやでって。そうなんかな、代謝がいいのかな。熱いんだよね、耳すごく。めっちゃ耳熱い。痛い。めっちゃ耳熱い。めっちゃ熱い。でも肌はあんま熱くないんだよね。なんでだろう。これのせいかな。ほら。恥ずかしい。昔からよく言われてた、耳熱、赤いよって。もう理由はうちには分かりません。なんで赤いの、なんで赤いんですか。うちには全く分かりません。
理由を教えてください。ミクリンは体温高い方なの？朝と夜1日1回体温計測るようにしてるんですよ、9月くらいから。でなんかね、昔のうちの平均体温は結構高い方だったから、めっちゃ昔はね6度4から6度6とかが普通、6度7とかが普通のミクの体温だったの昔は。でもここ最近はね、気温のせいか5度9から6度3、4ぐらいが基本のうちの体温、平均体温ですね。最近はずっと6度3とか6度2とかが多いです。普通かな、うん、人によって全然違いますよね。でも体温って、あ、気づかない間にうちってめっちゃ言っちゃう。なんて自分の名前呼んだら可愛いってなる？ミク？ミクはがいい？なんか子供っぽいですか？もう20歳にもなるし、なんかちょっとミクって今まで言ってたんですけど、子供っぽいかなって思って、ワイとかも言っちゃうんですよね。ワイとかを、うん、なんかいろいろ、何が可愛い？あたいはビビアンじゃねえそれ、ビビっすか、え、マジっすか、ビビっすか、なんて、あたいってビビ言うか分からんけど我とかねえふざけないで、私は、あ、私はみんななんて言ったらいいの、私は何ですかね、私はまだ子供じゃんって韓国の人に言われてる、まだ子供じゃんって。本当、まあ、そうなんだけど。リオンちゃん、わっちは、わちきはどこの時代やねん。なんて自分のこと呼べばいいんだろう。ミクは、私はとかミクはとかですよね。最近はうちねーってなっちゃうんだよね。私は夜寒くなってきた。寒い。ディミカは俺でしょって。そのディミカとか村重さんとかのが俺って言うから映っちゃうんですよね。私もなんか俺ってなっちゃうんですよね。うん。俺。私って言えると大人な感じする。あ、私って言います。今日から、うちって言ったら、私ってコメントしてください。どうだ、でも治るかな。怖い。私は、そうですね。ちょっと私って、ちょっと私で練習してみるね。じゃあ、今日のショールームで、うちは今から使わないようにするね。よし、スタート。私ね、怒ってね、うちって言ったらね、よし、忘れんといてよ、不意に出ちゃうから。うん、うん、私っていう前に人差し指で顎を押さえるちゃうと子供っぽく見えちゃうよって。私子供っぽい、私のこと？え？人差し指で顎を押すと子供っぽいんですか？え？そんな、そうなんですか？え？私わかんない。うん。え？何のことかな？わかんない、全然。うん。たわしに見えたって。たわし？うん、わかん、私。迷っちゃうな。確かにここに当てると一気にぶりっ子に変身しちゃう。確かに。チョコレート変えたのだって。
なんとそうモルティーザーズチョコね、なんかそう前ショルも話してたんだけど、なくって結局言ってもなかったんだけど、親がネットで10袋買ってくれて、今度届きます、うちに10袋、まあちっちゃいサイズなんですけど、大きい箱一つボンって入ってるのと、ちっちゃいのに10袋分かれてまとめて買うやつが入ってて、イエーイって感じです。でも日向に教えてもらったんですけど、もう一個店舗があるみたいで、2つ店舗があるみたいなんですよ天神に。だからもう一つ行けばよかったと思ったけど、届くからめっちゃ楽しみ。でもなんかめっちゃ我慢して食べるのが好きだから、そのモルティーザーズチョコ食べるときはもう我慢して、はぁ、うちって言った、あぁ、うそ、いつ言ったねえ、いつ言った、え、私うちっていつ言った、え、全然覚えてないんだけど、え、いつ言ったうちって、全然覚えてないもん、ち、嘘、本当に覚えてないです、いつ言いました、え、嘘嘘、なんだっけ、え、嘘、え、嘘嘘嘘嘘、あ、うちに届くってね、ねえ、それは違うじゃん、家のことだから、うん、はあ、家だから、それはお家ね、お家のことね、お家とうちは違うの分かる、田中アウトとか田中セーフとかじゃなくって、あのうちって言ったのはあのうちっていう意味じゃなくて、多分お家のうちです、うちにはっていう意味です、だからもうギリギリセーフ、うん、田中タイキックはギリギリセーフ、逃れられる、うん、ややこしや、ややこしや、これはもう違うから、それも許して、うん、お家でしょね、みんなお家って言うでしょ、本当に焦った、でも本当に忘れてた、あの私のことをうちってね言わないってこと本当に忘れてた、うん、ありがとう思い出させてくれて、こういうところだよね、うん、気をつけろ怖いねこれ、ショールームってすぐなんか結構やってるからすぐ気抜いちゃうから、もう考えれば考えるほど分かんなくなっちゃって、もう本当に失言しちゃいそう、なんかやばいやばい、本当にね、ずっとやってるからね、気がすぐ抜けちゃうの、私、はい、私って言えた今ね、聞いた、自然と今ちょっと出ましたよ私って、この調子でうちから私へ書いてきます、私は、はい、私は、私は私なんだよね、ラララン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 、恵まれていて幸せだとわかってる、私は私なんだよね、私は私、私は私、私、私です、はい、 OK、 はい、明日には戻ってそう、確かに、ミクモーが聞けなくなってしまうと寂しい、あ、でもミクモーは結構言います、なんかね、ミクモーだけはなんかうちもとか私もとかの前になんか、あ、ミクモーって普通に言っちゃうから、ミクモーは多分なんか普通にパッと出ちゃいそうな感じがする、うん、私はあなたの彼女になれますか、あ、あのチーム H 公演懐かしい、チーム H 公演、あなたの瞳の伏せ方で懐かしい、でもうちね、もう一回ねシアターの女神公演やりたい、本当に楽しかった、なんかリセット公演に変わっていろんな公演やっぱやる、やっぱね、シアターの女神公演ってずっとやり続けてたらもうその楽しさが、え、うち、え、嘘嘘嘘、アウトってめっちゃ来てるんですけど、え、うちって言いました、嘘嘘、ねえ、嘘、え、言ってました、え、怖いんだけど、本当ですか、嘘嘘嘘嘘、絶対嘘、嘘、言ってた、嘘でしょ、ねえ、最悪、あー
でも言った気がする、言ったよね多分ね。ライちゃん、え待って、だってえ私、え私言った、えうちにシアター公演女神公演、うちねシアター女神公演の時、うちねシアターの女神、はあ、なんてバカな、そんなバカなバカなバカ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 な、本当ですか、やだ最悪、今マイナス1点ね、今マイナス1点ってつけといて、本当に最悪、やっぱ癖になってるんだろうね、はあ、どうしましょう、日頃の行いこういうところに出てしまうものですよね本当に、はあ、仕方ない、ずっと私のことうちって言ってたんだもん、その私のことをうちって直すのはとても大変だと思う、うん、もうこんにちはをさ、こんちくわってさ毎日言うようなものだもんね、もうお疲れ様ですをおっつーみたいな感じに変えること、もうそ、もう本当に、もう本当に日本語って難しい、もう分かった本当に、今マイナス1点ね、オッケーオッケー、はいオッケー、これ10回言ったらもうアウトって感じにしちゃおう、うん本当に、ね私ね、その話の続きになるんだけど、その私、私ね、私そう、シアター女神公演をやってた時は、これすごい勉強になる。ちょっと待って、頭で考えて言葉で出してるから今、すごい勉強になる。いつも口から先に出ちゃうから、頭で考える前に。今、いい感じのなんか脳トレみたいになってる。頭でちゃんと考えて発言できてるよ、今。うん。そう。すごい難しい、頭って結構使うんですね、こんなちっちゃな頭で結構使ってらっしゃいます、はい、私はシアターの女神公演をそのずっとやり続けてた時にはそのそれが本当に楽しいがもうねそこで固定して慣れちゃってたんですよ、でもいざこう私がリセット公演をやった時に本当にシアターの女神公演が楽しすぎてちょっとやっぱ考えって言うと敬語になっちゃうんですよね私すみません、そうでもシアターの女神が本当に楽しくってもう一回やりたいなっていう気持ちになってるんですよ、そう特にユニットいろいろやってたんですけど嵐の夜にはやってたんですけどね初日嵐の夜にはが本当に好きでやっぱなんか久々に嵐の夜には踊りたくなりました、はい嵐の夜には誰が思ってるの？私です、はい私が思っています、嵐の夜にはもう一回やりたいなと、はい嵐でますます好きになったみくちゃんってありがとう、私もそう嵐の夜にはやりたいなと思って、うんうん、そう急に喋りがゆっくり、本当ですか私、そんなことないそんなことない私、うん、そうなんですよ、でももう一回嵐の夜にやりたいなと思います、うん、もちろんリセット公演のなんか心の配信のソファーとかも楽しいけどシアターの女神公演って結構アイコンタクトたくさん撮れてたからファンの方のお顔をねこう笑顔でこう見れるのが楽しかった、特にオネストマンとか好き好き好きとかが結構ファンの方とアイコンタクト撮れてたから本当にそれ楽しかったですね、もう一回やりたい、ディセット公演じゃなくてシアターの女神公演ね、もう一回やりたいです私、うん、でオネストマン大好き、うちももう君が好きだでもわーファンの皆さん大好きっていうのを伝えるじゃないですか、好き好き好きとかもその好きだからなんか好きを伝えれる曲が本当に好きなんですよ、だから今こうね、七色公演やってるんですけど君好きとかめっちゃ好き、なんか歌詞に好きって入っ今言ったってどういうこと、うちって言いましたか今、うちって言ったやんって、嘘でしょえ本当ですか嘘でしょ本当ですか今言いましたかいや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 記憶にないです本当ですか、嘘だもうやだねえ本当ですか、ねえですか
ですけど、うち。やばい、3回になっちゃった。本当だ、私のことうちって言いましたね今。最悪、すごい失言するね。待って、でも記憶ないです。いつうちって言いましたか。なんかこういう話してましたよね。好き好き好きとか、なんか好きを伝えられるやつがいいんですよ。でうちみたいな感じで言いました今。でうちその好きってみたいな感じで不意に言いましたよね。マジか。わ、出た政治家の言い訳も記憶にございません本当に記憶にございません。いや、じゃあちょっと今3回目ということで、でも1回の配信で10回言ったらアウトだから、あと7回は残ってるんだよね。大丈夫、田中美久をなめんなよ。田中美久はできる子だから。気を取り直していこう。全然ならんやん。よし、気を取り直していこう。はい、ということで私ですね。ちょっと一回うちって言いますね。うちって言うなよ。うちって言ったらダメだからな。分かったか、田中美久。私って言うんだぞ。よし、これで多分大丈夫だと思います。何の話してたっけ。そうで、こう好きって伝えるね、こう歌がすごく、あの感情がねこもるじゃないですか。だから君好きとか私すごく好きなんですよね、今やってるやつだったら。だから結構かっこいい曲多いじゃないですか。だからそのあの七色公園が、だからちょっとすごく言葉が出ないですねこれね。考えてですので、可愛らしい曲だったり元気な曲だったりがいいですね。あのそう、あのね走れペンギンとかは可愛いんだけど、振りとかもちょっと難しい部分もあって、なかなかアイコンタクトが取りづらいんですよね。そうですが、なんでですかね、なんでこの一つのことを気にするとこんなにも話しにくくなるんでしょうかね。本当にね、うん、すごい花の言葉が出てこないですね本当に。ですがですが、そう走れペンギンはそうだから、そのアイコンタクトがちょっと難しい部分もありますよね。はいですよ。はい、その一つのことに気を取られてしまうとこんなにも話せなくなるんだっていうのがこの検証結果で分かりましたね。はい、引き続きじゃあ違う話をしていこうかなと思います。眉毛がすごい動いてておかしいって、あ、そう、うち眉毛めっちゃ動いちゃうんですよね、こうやって。あなた誰ですか。田中美久です。私は田中美久です。私は熊本県出身の19歳、田中美久です。はい嘘でしょ今うちに言いましたか今日配信やめようかな嘘でしょ。ねえ本当にやだ、なんやばいにやめるね。ティンティティン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 、なんかあれです、わかりました。なんかね多分気をつけても口から言うんだ、多分頭大丈夫なんだよ多分。多分これこの口です、これは。あの一番口が悪いんです、口が。
もう私は私って多分頭は私ってなってるんですよ。気をつけようとしているんですけど、多分口がもううのうちのうの形になっちゃってるもんね、多分ね。だからもう私って言えないんだよね、このうでね。でも口が口のせいだ。うん、口の形が悪いんだ。うん、そうですよね。てか気をつけてましたよ。だってうちって言った瞬間に私はその後に私ってちゃんと言いましたもん。きっとこれはきっと口がダメだよ。うん、え、だってくっそみたいな言い訳ってちょっと言葉が悪いじゃないですか。え、だってちゃんと私って言いましたよね、私。でも、はあ、気をつけようと思ってうちって言ってるからかなりの重傷ですね、これは。本当に4回目ですよね、今4回目ですよね。あんなに気をつけてたのに私あんなに気をつけてたのに私本当にって感じ。うんね、今ね、あんなに気をつけてたのにうって言ったじゃん。あんなに気をつけてたのにうってしたうって言っただけです。うんです。うん、うんって言うでしょ。うです。その別にうちとか言おうとしてません。うんですよ、はい。今のうちとか言おうとしてませんもあの例えですから、はい。しかもウインクしてって、はい。でもちょっとよどんどん良くなってきてません、ね、うって止めれましたもんね、はい。罰ゲーム作るか、いや、いいですいいです。バッキュンしたいだって。バッキュン、はい。もう前振りですやんってね。そうですね。ウィンクの秘訣を教えて。ひたすら練習する、目の筋肉をつけるです。ちょっと気晴らしして、そうですよね、ちょっと気晴らし、ふー、気晴らし気晴らし、ちょっと気晴らししちゃって、あ、熊本城が来ました、ありがとうございます。あ、よそねえ、褒めて予防接種したの。そうそう、ひろゆきさん、わーい、熊本城ありがとうございます。よ、ひろゆき殿、ひろゆき殿、はい、お礼してください、ありがとうございます。にゅーん、チーム H、 お口ありがとうございます。ひろゆき、ひろゆきのコメント、うーん、俺はミクって言ってほしいからね、だって。あ、じゃあミクか私にするね。そう、うん、そうする。まあまあまあ、今日だけね、気をつける、今日だけ。もうこれは私は無理って、もうちょっと自覚している、うん、自覚症状、うん、予防接種はないと、あ、全然お願いしますって感じで3秒で終わった。なんかすごい前は本当にうーんって泣いてたんですけど、注射ごときでも泣きませんから。そう、逆になんか怖がってるメンバーを見て大丈夫だよって言ってました。でも晴れもあんましなくてここだったんです。まあでもやり終わった後は痛いですね。てか注射って痛いよね。予防接種めっちゃ痛いですね、本当に、うん、いや成長に感動ですよ本当に。そう、褒めて、頑張ったんです。もう19歳だからね、針だからねって、うん、普通に痛かったですよ本当に。うわ、行ったって思ったんですけど、まあインフルエンザにかかった方がもっときついと思うから。でもインフルエンザにかかってもあんまきついって思うこともあんまないんだけど、あんそこまでなんかずっとなんかあんまし風邪とかにも なることもないから、
そう、感覚がない、もう忘れちゃいました。ずっとここ最近ずっと健康、うん。インフルエンザね、昔はわりかし毎年かかってたりもしてたんだけど、 HKT 入ってぐらいからあんましインフルエンザにもかからなくなって、インフルエンザにずっとかかってないから、インフルエンザにかかった時のことをもう忘れてる、うん。でも体が熱いですよね、うん、いいことですよね。でも本当に手洗いうがいは欠かさずやってるのと、あとね、うちに横以上このアルコールを家に置いてるんですよ。そうすごくないですか。家に帰ったらまず最初に手洗いうがいして、そう、うちにうちに家のことですね、うちにアルコール消毒置いてるから、私はもうそれでやってます。はい、そう、お店みたいでしょ。そうなんです、そっちねって、そうそう、そっちのうち、ややこしくてごめんね。そうそう、そう、でも痛かった、頑張ったんです。本当に足がしびれる、ちょっとこれ、まっごめんね、うさぎさん、よっこいしょ、よいしょ。正座してるの、正座、体育座りとか正座をしています。はいはいはい、うさぎの座布団。そうだよ、今日はさしこちゃんとピーちゃんの誕生日、 LINE のあれ、スタバ LINE ギフトあげました。うん、体育座りもきついんですよ。お姫様座りとかが一番楽かも、わりかし。うん、身体は柔らかい、体は柔らかいですか。体は肩がすごく柔らかいって言われました。なんだっけ、肩が本当によいしょ柔らかくて、結構上に行ったりとか、あとは肩がすごい柔らかいって言われます。でも、でも硬くて、わりかし、そう、肩甲骨とかもわりかし柔らかい、硬かったけどね、ストレッチしたを、筋トレするようになって、ストレッチもこう毎日欠かさずやってたらすごい柔らかくなって、結構自覚してます。あ、柔らかくなったなって、はい。昔ヒップホップのダンス習ってた時はすごい柔らかくって、開脚あるじゃないですか、でそのままグイって前に進めてたんですよ。そんぐらい柔らかくて、開脚めっちゃ得意だったんですよ。あとブリッジとかもやってたし得意だったんだけど、なんかそう、ダンスやめてから硬くなって、それがあんまできなくなった。でもどちらかというとわりかしいける。でも体は硬いよ、体は硬い。みくちゃんは毎日ストレッチしてるのって。なんか踊るときは毎回ストレッチやるじゃん、で踊ること今減ってきてるけど、でも筋トレをやるようにしてるから、そう、筋肉痛になっちゃうからやってます。ところでそれは何の服って、これパジャマ、うん、体を後ろに反らすとき後ろ見れる、見えるって、うん、得意得意。ラジオ体操で一番得意なのミクあれですもん、チャーンチャーンチャーチャーンチャーン、はい、空見るっていうのがミク一番得意です。はい、
しれっとさ、さっき私のことうちって言いました。そんなことないですか。うち得意ですもんみたいな感じで言いました。さっき大丈夫ですかね。まあ指摘がないので言ってないですよね。言ってなかったですか。あ、よかった。本当に危ない、危ない。私と言いました。あ、よかったです。はあ、でもパンさん的に私のことうちっていうのがあまり別にそこまでっていうか、なんかその嫌だったらやめたいってだけであって、嫌じゃなかったらやめませんよ。私のことうちっていうの気に食わない？どうでもいいです。だって、あ、わかりました、わかりました、わかりました。でもまあ私っていうように心がけたいものですよね。はい、嫌ではない。本当？よかった。許せない。だって怖い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 よ、怖い怖い。リボンちゃん、土壌すくいの人みたい。あ、フードっぽいね。確かに。ピケル。なんかアホっぽい顔してる。すごい。ミクリン、ミクいつの間にお風呂上がったのって。その表情やめてって。あ、この表情ですか。私も恥ずかしいわ、私も。うんうん。こっちみんな案件です。だって。お風呂上がりの時はいつもこうやってもうスキンケアしてやって、こう流して耳こうやってやってます。前髪薄子、前髪薄子、前髪多子。パッツンですね、こう見ると私って。保湿大事って。そう、保湿大事。面白すぎて美人は3日で飽きるは違うと確信した。だって面白すぎて。ありがとうございます。美人は3日で飽きない、うん、飽きるっていうのは違うっていうのを確信した。日本語が、あ、
24日で飽きるっていうことが違うっていう。え、ってことは美人は3日で飽きるって言われてるけど、私は面白いから飽きないってことっていう意味ですか？え、ちょっとキュンとしたんですけど。ってことは私のこと美人って言ってますか？ですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。え、嬉しいんですけど。ありがとうございます。え、嬉しい、ありがとう、大好き、キュンです。だからそれやめろって。ってやめません、やめません。うん、泣かないで。泣いてないね。うん、泣いてないよ。涙の一粒も出てないよ。嬉しいけどごめんね、泣くまではいかなかったよ。黙ってたら美人って何？何？黙ってたら美人なのにってめっちゃコメントくる。私ですか？ん？うん、でもなんかずっと黙り続けるってことはすごい難しいと思うんですよ。人間って結構、うん、そうですね、まあ会話をすることってすっごく大事じゃないですか。だからまあ本当に会話ってすごいんですよ。それはあざといって。これですか？え？あざとくて何が悪いの？知ってますかこれ？肉結構好きなんですけど、これそうそう番組であるんですけど、可愛いです。ちょっとしんどいですか？あ、すいません、はい、すいません、猫またぎさん、はい、すいません。私は猫またぎの方がしんどいですよ。なんでかっていうと、猫またぎってだってね、もしも失敗したら猫踏んじゃうじゃないですか。ちょっとしんどいって猫またぎさんコメントしてくださったんですけれども、私は猫またぎの方がちょっと猫踏んじゃったりなっちゃうので、私が多分猫またぎやると猫踏んじゃったりなっちゃうから、私は猫またぎさんの方がちょっとしんどいですね。あ、うざいわ、うざいわ。あ、センハルさん、I love you、 センハルさん。センハルさんは日本人ですか？結構なんかセンハルさんはその結構台湾とかの方ですかね。台湾とかの方がちょっとうざいわみたいな感じでコメントけど、結構傷ついちゃうんですけれども、キュンですって言っときますね。キュンです。猫またぎさん、なんかすみません、猫またぎさん、ミクもすみません。実は猫またぎ得意です。愛犬いるんで好きです。猫またぎさん、キュンです。猫玉ねぎ、うん、あ、踏まれたいって OK さんが。そうです、猫っぽい、なんか猫とあのなんだっけ、白いさ、なんかあのいるじゃん、生き物、生物、水の中にいるちっちゃいやつ、なんて言うんですっけあれ、誰か当てて。 4文字、フォアグラじゃない、なんだっけ、クリオネ、クリオネだ。猫とクリオネが混ざってるみたい、うん、クリオネ、猫とクリオネが混ざってるみたい。そう、このアバターって、そう、上半身は猫で下半身クリオネ、何その生物、うん。俺は引っかかりたいって、ひよこ大丈夫か、パターン急しちゃうぞ、うん、ウーパールーパーって、あ、私なんかウーパールーパーにもう顔似てるって言われるんですよ。なんかよくね、ウーパールーパーに顔似てるって言われるんです。
今も似てないかな顔。なんか一時期ウーパールーパー似てるって言われてたんですよね。似なくなりましたね。なんでだろう。似なくなりました。なんか一時期ウーパールーパー似てるって言われた。アプリで勝手に自分がどの動物に似てるかを教えてくれるアプリがあって、ウーパールーパーだったんですよね。でその後に猫でした。うん。ウーパールーパー。うん、めっちゃ笑ったもんって。え、私は昔からうがいができません、コツとかありますか。だってうがいのコツですか。うがいができないの大変ですね。うがいのコツはまずコップに水入れるでしょ、で準備するね、で息を吸う、飲む、で口に入れるじゃないですか、で息を吐く、はーってしたらもうガラ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 ーって言ってくれるんで、そのガラガラーっていうのをこうやって顔を戻して止める、息を止める、でペーって感じです。でも息がきつくなっちゃうので、ふーって吸って、ちゃんと息を吸うこと、飲む前にね、ふーって吸ってガラガラガラーってやってペーってやる。すごい、うがいの説明したの人生で初めてです。保健の先生になった気分。 K さん大丈夫ですか。うがいができますように。これでうがい、手洗いうがいは大事だからね。うん、これでうがいができますように。うん、頑張ってください。うん、うがい中間違えて飲んでしまっても大丈夫ですかって。みくも人生で何回か間違えて飲んじゃったことあります。でも大丈夫です。はい、大丈夫です。でも気をつけてください、飲まないでください。はい、ペッてちゃんとやるんです。はい、ちゃんともう洗面台からも離れないでください。はい、お手本できますか。だって私ですか。今ちょっと配信中なのでできないんですけれども、YouTube でうがい動画って検索したら多分何かしら動画が出てくると思われますので、うがいの入れ方はまず YouTube の方から動画を見てみたりするとすごくいいかもしれませんね。はい、うがい配信でね、はい、うがい配信ってやったら絶対 YouTube 出てくると思いますので、うがいやり方とか出てくると思うので、誰かしら多分うがいをしてくれてると思います、 YouTube で。今の時代ね、ネットがすっごく便利ですので。はい、目薬ができません、コツはありますか。目薬ですね、目薬はですね、私も目薬こうねできなかった時期あったんですけど、私目薬の入れ方すごい独特だねって言われるんですけどね、こう横を向いて横からこう入れるとあんま効果ないんですよ。か、私はこう横から入れるんですけど、もう目薬がそ目つぶっちゃうっていう時はもう目を押さえてください。で目つぶらせないようにしてもうこうやる。で見ちゃうと多分怖くて閉じちゃうので、黒目は外してください、左か右に。はい、でこのちゃんとした位置でポツッと入れることですねが大事です。はい、でも涙出てきちゃうので、ティッシュは必ず用意していただいてやっていただくと目薬うまくいきます。でももしもそれが怖かったら、まあ、横でこうやってやるのもいいと思いますよ。はい、目薬ね怖いですよね。うちもね昔できなかったです。頑張ってください。コンタクトが うまくできません。うまくできるコツありますか。コンタクトはですね、まず鏡を目の前に置いていただけないと、うちって今言いました、もうそんなことどうでもいいんです。はい、ファンの人はもうどうでもいいから、どうでもいいんです。言ったじゃないのと、もうどうでもいいんです、そんなのは。はい、今は私コンタクトの説明をしていますので、コンタクトは鏡がないとまずできませんよね。はい、もうプロの方はねもうポッチョンってできちゃうんですけれども、私たち初心者なので、もう鏡を置く。でもう私もね最初はできなかったんですけれども、もう目を押さえていただき、でなるべくちょっと多めに水を取っていただき、でも中に入っているねこうコンタクトがあるじゃないですか、ここの中の水はちょっと取った方がいいですね。でもここら辺ちゃんと潤わせておいて、もう
ちょんってつける。でもたまに手にひっついちゃうので、手はあんまりね、こう水をねなくしてね、ちょんってやるとすぐできますよ。バク転ができません。どうすればいいですか。バク転ですか。でもバク転できなくても生きてはいけるので、まあバク転はできなくてもいいと思うんですけれども、どうしてもバク転がしたいときは、そうですね、まあ体を鍛えることから始めた方がいいんじゃないかなと思います。ぎっくり腰になったりとかねしちゃうかもしれないので、はい、まあそこはまず体を鍛えてから、まあバク転やった方がいいと思いますよ。私は前髪が決まりません。どうすればいいですか。あ、前髪はケープっていうスプレーとマトメージュっていうものと、あとコームが大事ですね。あとここら辺をこうクーってやるといいですよ。はい、あと前髪の簡単なあの整え方なんですけど、こうやって汚いね、こうなっちゃった前髪あるじゃないですか。そういう時はもうこうやってまずこうやって真ん中に集めるんで、そしてこう上をねポン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 ってやるだけで結構わりかし綺麗になるので、これはおすすめです。なんかねこうやってねやると、ほらどんこうやってやるとね、上をポン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 って押すとね、なんかいい感じの ほう綺麗になってくれるんですよ。この上なんかこうよしよししてあげると、はい、結構いいかもしれません。どんなにこう割れちゃっててもなんか頭よしよししてあげるとな、治るんですよね女の子って。こうやってこうやって、はい、よし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 ってやると、まあわりかしいい感じになるので、はい、こうやってね頭よしよしすればなんとかなります。優しくねポンポンポンって感じで、うん、これぐらいですね。はい、寝る時間なのに配信が面白くて退出できません。どうすればいいですか。まあ2つ結論があるんですけど、明日のことを考えてみくちゃんって、みくちゃん今という時間は今しかないけど自分が一番大事だからって思って明日が大事だからと思ってもう寝ちゃうか、今を楽しむかですよね。今この時間を、この今しかないこの時間を楽しむかですよね。同じ時間なんて二度と来ないですから、二度と、この配信は二度と来ないですからね。人生で一回ですだけなのでね、うん、まあそれをまあ見なくていいって思うなら、まあもう寝るのをおすすめしますけど、そこで必ずこう悔いが残っちゃうのであれば見た方がいいと思いますね。はい、あなたはその後者前者どちら選びますか。後者ですよね、うん、後者ですよね。今という時間は今しかないので、はい、たかが45分くらい変わんないですよ。はい、今しかないので、今を楽しむか明日に捧げるかどちらかですどちらかですよ。あ、ニクリンサイン当たって、イエーイ。あと博多誕生会のサインが届いたみたいで、よかった、嬉しい、よかった。ミクリンは全部外れてモチベ下がるわ、だって。あ、ピエンだね、悲しい。あ、オンライン握手会でじゃあ待ってますね。免許は取りたいですか。そう、この間お母さんとも話してた、取りたい免許、車免許取りたい。届いてよメッセージありがとう、だって。やった、よかった。今ちょっと一瞬考え事してた、そういえば今日配達届くなと思ったんですけど、その時間家にいなかったから、あ、やばいと思って、また再配達だって思ってちょっと考えてました。すみませんね、このこっちの事情、大変家にいる時間が少なすぎて配達時間が
ない、困ってます。うん、それを考えていたのでちょっと言葉の数が減りました。うん助手席に乗りてえ、嬉しい、みんな事故りそうだから嫌っていうのに。コンビニ受け取りにすればって、あ、コンビニ受け取りとかあるんですか。え、何それ、不在通知入ってた。え、だからそれ見なきゃなと思って。そういえば、そういえばのそういえば過ぎた。え、コンビニに預けるとかできるんですか。できるよ、だって。本当ですか。そう、家にいる時間がさ、もうバラバラなのよ、仕事で。え、コンビニ受け取りできるのとできないのがあるから要確認だって。え、教えてほしい。コンビニ受け取りにするときはまた連絡しなきゃいけないのかな、コンビニ。でもなんかその郵便のやつにはなんか再配達のやつ電話でやってこの設定したんだけど、コンビニはどうやって、コンビニにやればいいんだろう。ちょっと調べてみよう。黒猫ならできます。あー、猫ちゃんはできるんだ。あーね、なるほど。ちょっとやってみよう。わかんないや、時間がないんですよ。うん、あとあれ、あれも欲しい。博多みくは、あのね、福岡のお土産で一番好きなの博多通りもんなんですよ。呼ばれてないなとか思ったんですけど、なんと HKT が博多通りもんとコラボするんですよ。そう、めっちゃ欲しくて、あれ超欲しい、普通に買いたい。めっちゃ自腹で博多通りもん、どこに売ってあるんだろう。5箱くらい買って親とかにも配りたい。え、一番好きなんです私博多通りもんが。あ、福岡メンバーなの。それは仕方ない、私熊本だもん。福岡のお土産によく買ってたなって。そう、どんなお菓子なのって。なんだろう、なんかまんじゅうみたいな感じなんだけど、でもまんじゅうみたいな感じでもなくて、なんだろうな、甘くてなんかもっちりとしてるよね。もちもちとかじゃなくてもっちりしてる。でもうちね、私ね、なんかすごく、ま、もううちでいいや私ね、すごくね、お土産の中で一番あれが好きなの。なんだろう、和菓子と洋菓子、え、どっちだろう。和菓子ですよね、あれって。和菓子ですか。和菓子って言っていいのかな。うーん、え、博多通りもんって和菓子ですかね。どっちだろう。和菓子だね、だって。あ、ほんと和菓子っぽいですよ。なんかでもあれは和菓子か。なんかでも多分和菓子苦手な人でも食べれる、美味しいです、すごく。え、福岡に来て感動しましたもん。私東京とかでは東京バナナが一番好きなんですよ。で、福岡ではあの福岡に来た時は本当に感動しました。博多通りもん、なんかなんだろうな、白あんがあんまし昔そこまで好きではなくて、あんこ昔あんま好きじゃなかったんですよ。今普通に好きで食べるんですけど、そのあんこがあまり好きじゃなかった時代があったんですけど、でもだからあんまりこうお土産とかで通りもん来ても食べなかったんですよ。食わず嫌いで。よくでも本当にお腹空いてて、まあその時にその通りもんしかなかったから通りもん食べたらすっごく美味しくって、え、こんなに美味しいんだと思って。なんかね、あんこ苦手な人でも食べれると思うし、本当に好きで、めっちゃ好き。福岡で一番好きだもん。2番目にめんべいとかかな。でもめっちゃ美味しいですよね、本当に超美味しいんですよね。おすすめです。なんか福岡来たらぜひ、まあ、今博多通りも買ってほしいってよく言ってたから、ぜひなんか福岡来ることあったらぜひその HKT の
パッケージの方の博多通りもん食べたし、食べたことない人は絶対食べた方がいいです。本当に美味しいですよね。食べたことある人分かると思う。うちのめっちゃああいうの好きなんですよ。もううちって言っちゃってるよね、もう、うん、好きなんですよ。美味しいもん。そう、あんこって意外と苦手な人分かれるけど、私あんこ苦手な時期でも普通に美味しいと思って食べれました。美味しいです、うん、あれは美味しいって、うん、え、本当にすごいって思った。なんか工場とかも行ってましたよね。あのインスタストーリーにメンバーが上げてたんですけど、めっちゃ羨ましかった。すごいいいですよね。こないだも買いましたもん、ベストアーティスト、ベストアーティストに行った時にお土産で博多通りもん買いましたもん。その HKT バージョンが出たら絶対そっち買う。すごい、小田ちゃんすごい。小田ちゃん絵うまいから、そう、絵でいろいろやっててすごいいい。あ、九州にね行かなくても新幹線で帰るって言って堀ちゃんが言ってる。お、だってすごいですって。おお、すっごい。てかめっちゃ嬉しい、 HKT がまさかの博多通りもんとコラボなんて夢みたい。え、すごい嬉しい、めっちゃ。しかもめっちゃ有名じゃないですか。めっちゃ嬉しいんですけど、個人的に博多通りもんが一番好きなお菓子だから、お土産で福岡のめっちゃ嬉しいんですけど、本当に超嬉しい、うん、絵心欲しかったわ、切実って。あーね、うちも昔から思ってた。小学生の時にすっごく絵が上手なお友達がいて超羨ましかった。バラとか綺麗に描けてたのが超羨ましかったね。エイタンが小田ちゃんの絵アイコンにしてたのめっちゃ可愛かった。すごい。え、私あれもいいなって思った。え、551の豚まん好きで、大阪ので、 NNB さんが551となんかコラボしてたみたい、すごって思ってたから、なんか嬉しいですよね。それそういうなんかコラボ系嬉しいですよね。みくちゃんも絵心あるよ、ボーって。あれだけ画伯って言われといて、それはないだろう。よいしょ、それはないだろう。近近近近、ほんとに絵心ないんだよ、うち。よいしょ、でも塗り絵とかは好き。ミクの絵って癖になる。だって私の絵本当ですか。でもドラえもんとかはめっちゃうまく描けますよ。はい、ミクリンってメンバーカラー何色だっけ。メンカラってメンバーカラー、え、何色だと思いますか。絶対当てれなさそう。じゃあ投票でいこう。ちょっと面白そう。私のメンバーカラーは1黄、薄い黄色、2ピンク、3青、4薄い緑。さあどれでしょうか、私のメンバーカラー。1は薄い黄色、2は、ピンク、3は青、4は薄い緑。さて私のメンバーカラーはこの中のどれでしょうか。みんなわかるよね、私のメンバーカラーだよ。じゃーん、チャダンチャン、チャンチャチャンチャンチャチャン。よし、じゃあ10からカウントダウンしますよ。10、9、8、7、6、5、4、3秒前、2、1、終了。で3が、3の青が、
38.7%、 2のピンクが 26.2%、 1の薄い黄色が 22.1%、 4の薄い黄緑が 13%。青だよねやっぱりって。正解はブー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 。一問にも違うよ。私のメンバーカラーは実は薄い黄色なんです。みんなしっかりして、余裕でしたって。ピエン色だもんね。しっかりして。しかも青が相当多かった。しっかりしなさい。確かにナコミクでいたら青を着ることが多かったです。でも実は私もびっくりしちゃうんですけど、私のメンバーカラーは薄い黄色なんです。グッズの色昔から薄い黄色なんです。これ覚えておいてくださいね。私のカラーは薄い黄色なんですよ。でも私がピンクが好きだから、衣装さんがミクにピンクの衣装があったらピンクの色を割り込んでくれてたりもしてるんです。優しいから。ミクちゃんピンクが似合うって、ピンクが好きだしねって言って、その色ピンクになることもあるし、でもナコミクでいる時はナコが赤で、ナコが赤のカラーだったから赤で、私がその反対側の色の青になってたんですよ。だから結構ナコミクの時代知ってた人は青を着ることの方が多かったから、青っていうイメージが多いですよね。でも私青も好きだったけど、その青で定着しちゃって、本当はずっとピンクが好きだったんです、昔から。でもうナコミクだと青だったから、他の衣装の時もなんか水色とかだったんですよ。そのピンクと水色の衣装があるってなってたら、ナコミクの青のイメージが強くて、いつも水色になってたんですよ。確かに水色も綺麗で好きだけど、うちすっごくピンクが好きだったんよ。だからいつもナコがピンクでミクが水色とかだったんですよ。でもとある日、私にピンクを着させてくれる時代がやってきたんです。なぜかわかんないけど。でなんかそのピンクを着ることも多くなったから、結構なんか自分の好きな色はもうピンクと青って言ってるんだけど、やっぱピンクと青がね1位2位でした。その通りピンクと青よく衣装で着ることが多いです。でもうちもえって思ったんですけど、うちのメンバーカラーは薄い黄色なんです。そういうあのイメージないですよね。はい、コンサート始まるじゃないですか、九州ツアーとか。えなんか待って、うちのファンめっちゃ多いって。えなんでこんなうちのグッズ着てる人今日多いのって踊りながら思ったんですけど、よーく見たらさしこちゃんカラーだったんですよね、そのほとんどが。よーく見たら、え今日めっちゃファン多いじゃんとか思ってたんですけど、よーく見たらさしこちゃんカラーだったから、すっごいずっと勘違いしてた、その勘違いしてたその時間を返してほしいなって思うぐらい、本当にすっごく超嬉しかったんですよね。すっごい、えこんなにファン増えたんだって思ったんですけど、そうなんかすごい薄い黄色とさしこちゃんが黄色だったから、すっごいややこしくて、悲しい勘違いを何個してきたことか。うん、今までめっちゃ「あミクのファンの人だ」ってこうやってねこうレスを送ってたけど、実はさしこちゃんのファンだったってこと全然ありましたから、うんその時はごめんって、あ本当にその通りですよ、うん。ね、でも自分でもびっくりしました。なんかメンバーカラー最初に見た時に薄い黄色をって思いました。多分余ってたんですよね、3期生だから。そのメンバーカラーってなんかその1期生さんと2期生さんに被らないように作られるから、そのもうすでに青とか
ピンクとかはそのさくちゃんとか窓夏窓さんとかそこら辺で埋まってて、でそのサクタベとかで選抜になった時にその選抜の16人の色って全部バラバラにしなきゃいけないんですよ。でたまたまその空いている色が多分薄い黄色とかしかなかったんですよ。だからその1期生さんと2期生さんはもう先に決まってて、その3期生で入ってきた時のそのメンバーカラーをその余っている色で決めなきゃいけないから薄い黄色になったんですよね。そう、余り物みたいな言い方しないでほしいんですけどそうだから私のメンバーカラーは薄い黄色なんです。でもメンバーカラーが変わるってことほとんどないから昔から薄い黄色なんですよね。薄い黄色だからさ、なんか薄い黄色のイメージつけた方がいいかなって結構昔から悩んでたんですけど、別好きじゃないんですよねあんま薄い黄色。だからまあずっとペンライトの推しペンライトの色とかもピンクと青が好きって言ってるんですけど、なんか変ですよね。ね、16人の時は薄い黄色なんです。そうなんです。あ、タワーが来た。これでいいのかな。高雪さんありがとうございます。タワーありがとう。みくりんです、ありがとうございます。ありがとーい。懐かしい。ちょっとねこれ調整がうまくできない。高雪さーん、どこにいるんだろう。あ、パチ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 。高雪さん、コメントしてる？高雪さんいないね。わ、あ、高雪さん、高雪さんどこ？うん、高雪さん見当たらないですね。薄い黄色なんです実はね。はい、でもペンライトの色とかは青とピンク。でも水色とかも好きよ。ありがとう。あとペンライト白も綺麗だよね、色めっちゃ綺麗。ペンライトめっちゃ好き。ありがとうございます。キウイ爆笑って壇上すごい。うん、青とピンク、ペンライトの色は青とピンクです。うん、青のイメージも強いけど、うん、白はミンジュちゃんなんだ、いいね。ぽいぽい。なんかそうブルーもいいよね、綺麗。ペンライトって本当に綺麗。すっかり大人の女性になったね。だってうわ、ありがとうございます。本当ですか、やった。よっこいしょ。もうちょっとこれ上じゃないですか。あ、ここここ、すっかり大人の女性になったねって言われて嬉しい限りですよ。嬉しい限りですよ。本当にもう寝ない気って、私これ12時までなんですよ。12時になったら寝ます。シュウペイポーズやって。だって、はい、シュウペイでーす。好き。ミクペイでーす。ペイでーす。調子乗っちゃって、うん、ペッペッペッ、うん、寝つきはいいの。はい、地蔵。ペイペイ、ペイペイです。ペイペイです。
ペイペイっていうのめっちゃうまいです。ペイペイ、あれ私が言ってます。もうめっちゃ声一緒なんですよね。9周年の公演外れたよって、お、え、もう当選あれ出てるんですか。前夜祭が楽しみ。毎日買い物揃うわって。ペイペイ、いいですね。シュッ、これもいい。シュッ、前外れチーンって、あ、両方外れましたって。もうあれが出てるんですね、発表が。あー、悲しい、悲しいですね。自分も外れたようだって。悲しすぎる、やだ。シュッパは何、シュッパーは携帯のあれ、シュッパっていうやつ。みくりんのお話し会に参加したいです。私のお話し会ですか。それは、今申し込みがあってるので、そっちを申し込んでください。お願いします。そう、ツイッターのやつとかはね、シュッポって新劇場行けてない。あー、新劇場来てください、ぜひ。来週ようやくお話できるって。だって10月とかがめっちゃ多かった気がする。11月も多かったけど、多かった多かった。そう、来週ね、 AKB さんのねオンラインがありますよね。前夜祭なんでニコ生で放送なの。あ、そう、そんなね、そこら辺はね、またね、説明をね聞いていただければいいんですが、でも今回はなんか、その今回はってちょっと変なのかな、ファンの方もね前夜祭来れるから楽しみ。え、絶対楽しい、めっちゃ楽しみなんですけど。楽しみすぎる。25日を前夜祭やって、26が9周年、楽しみすぎ。福岡行きたい、だってね、来れるようになったらぜひ来てください。待ってますよ、いつでも。12月もみくりんお仕事忙しそうだね。いや、そうでもないですよ多分。わかんない、どうだろう。忙しい方が私は嬉しいです。あ、てか私のファンの方がなんか、そ、ミクが当たれって言うと結構劇場入れる人が多くて、本当になんか直接オンラインの握手会に来てくださって、そこであのこの日申し込むから当たるように祈っといてって直接ね言ってくださった方が、まあ祈っといてっていうより4人とか5人いるんですよ。みんな当たりました、本当に。多分たまたまなんだろうけど、全員当たって、そう、確かに当たったねって。そう、シロウ君当たったでしょ。今のところね、そう、ミクリン神社って呼ばれてもいいかもしれないほど当たるんだよ。そう、でも外れる人もまあいるんですけど、でもほとんどの割合で多分当たっちゃってるから、ぜひちょっと劇場を来たいときは、そう、三成さんももう一回をね、ぜひみくりん神社へ来てください。オンライン握手会など伝って、あの当たるように私も努力しますので。はい、ぜひぜひぜひ。今日みくりんファミリー多かったね。だって、あ、今日そうね、嬉しかった。今日みくりんファンめっちゃ多くて嬉しかったです。本当にグッズっていうか、うちわとか T シャツとかやっぱ着てくださると
目に入るからすっごく嬉しいです。本当にやっぱ何かしらちょっと持ち歩いてほしいですね。うちわか T シャツか、もううちわだったらもう紙なので嬉しいです。うん、うちわって嬉しい、はい、確かに知り合い多かったって久しぶりにみくんね、なんか知り合いに会ったりもして楽しそうポスターはいいですかだって、あのでも生写真かのポスター持ってくる人いた、うん、え雑誌持ってきてる人もいたうん、ね、貼って、そう、でも恥ずかしかったです。えなんか結構なんか雑誌とかに載るとポスターとかついてくるじゃないですか。なんかさ雑誌とかに載ったらさ雑誌多分切り取ってなんか貼ってくるんですよね。うん、すごい嬉しいんですけど、結構なんだろう露出が高かったりする、すごい恥ずかしいんですよね。みぐりー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 って言ってくるからさ、みぐりーみぐりーみぐりーって言ってくるからすごい恥ずかしいから、すごい恥ずかしいけど、まあ嬉しいよ、嬉しいけど、すごい本人からしたらさ結構恥ずかしいよねすごい恥ずかしい。でも嬉しいですよ、なんかそのね、ヤンジャンとかヤングアニマルとかその当時のね、雑誌ね貼ってくね、まだ貼ってくださってね、ミグリーンミグリーンミグリーン見てーっつってありがとうっつって、生写真とかも言いますし、あそう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 、グラビアうちわとかなんか写真貼って生写真とか貼ってたりする人もいるんですよ。すごいって思いますよ本当に。うん、あと女の子はよくなんかそのうちは1個じゃないんですよね、もうみくだからすごい分かりやすいです、女の子ね。なんか女の子って2つ持ちですよね。なんか男性の方ってさ割とさなんかみく裏にエレタンみたいな人多いんですよ。なんか女の女性のファンの人ってみくとかなんかエレナとか三つ持ちとか、もう一つの内輪に、一つの内輪にみ。もう一文字一文字使うの。女のファンの方って、割かし。でも、男性の方ってさ、もうあれだよね。もう、ミク、エレタンとかだよね。あ、ミューリーンエレタンって感じですよね。ね。そう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 。今日、結構、いぶきと隣だったんですけど、なんか、こうやって、いやありがとうって。お見送りでこうやってたんですけど、でミクリーンって思ってくれてたんだけど、隣がいぶきだったからプルって変えられてあおーいイエーイって感じでしたよ。とかあとはなんか昔からなんかその私のことを応援してくださってるファンの方がいて、で本当にありがとうって言ったんですよ。でも昔からうちのことに来てくれるファンの方だって久々に会ったんですよ。嬉しいって思ったのに、隣にいたいぶきがあーって言って、いつもありがとうって言ったんですよ。へって思って、いつもありがとうって思って、へって思って、あれ昔からうちのことあれみたいな思って、でもいつもありがとうって聞こえたんですよ。あれみたいな、えみたいな、すごいカオスで、あれってすごいなりました。あれ最近見ないと思ったんだけどみたいな、でもずっと応援してるって言って、あれ SNS コメントしてたよね、あれみたいな、すごい焦って、本当にびっくりしたり、うん、びっくりしました、うん。びっくりしました、はい。しかもなんかずっとなんかそのミクのことを愛しいって思ってた人がなんかこう来たんですけど、なんか来たらなんかあーって言ったんですよ。したらいぶきとタイミングが被って、あーって二人であーってさしたらファンの方がみたいな感じでしてて、なんかびっくりしました。私の方がびっくりしました。私の方が感じだったんですけど、なんかそのなんか2人で同タイミングであーって言ったら、なんかそのファンの人がなんかみたいな感じの顔したんですよ。えこっちの方がみ
たいな顔したいのに、なんかやっべみたいな顔して本当にしないでいいですよ。堂々と生きてください。もう堂々と生きてください。うん、そうなんかね、お見送り久々にしてなんかこの懐かしいなというか、なんか分かっちゃうんだなっていうのを感じました。なんか多分私のファンの人とかはオンライン握手会だからバレないだろうって思って結構いろんな子のこと言ってるよね。多分いいんですよ、正直に言っても。握手会はミクリンがこう監視してるから行きにくいとかあるけど、オンライン握手会ならみたいな感じで多分思ってるのかな。爪が甘いんじゃないかな、思ってるのかな。もうできないですよ多分。だって公演が始まってお見送りがあるんだもん。で毎回毎回メンバーカラー変わっていくんだもん。バレちゃうバレちゃう。でも堂々と生きてください。堂々と生きてください。堂々と生きてください。お見送りの怖さをちょっとね感じると思うんですけれども、まあでもお見送りなのでもう楽しく帰ってください。ぜひあのドキドキしないでも楽しく堂々と帰ってください。はい、うん、びっくりしました本当に。でも久々に会える方もいて嬉しかったですよ。はい、本当に嬉しかったです。はい嬉しかったです。あとわーって思ったのがもう一つあって、なんか釣ってくださいとかなんかハートしてみたいな内輪を持ってる方がいて、で結構やってたんですよ。で多分推しとかが多分決まってない状態で公園に来てくださったのかなって私は思ったから、結構なんかハートとかいやーとかやってたんだけど、なんかお見送りの時にあありがとうってやって、あこれで応援してくれたら嬉しいなーとか思ってたんですよ。まあなんか推しが決まってない状態で来てくれて、なんかこうねミクのこと知って応援してくれたら嬉しいなーって思ってたんだけど、ありがとうって言った瞬間にくるってくるって返内側がね、あくるって裏返しになってた時に、あメンバーの名前がポンって書いてあったんですよ。それがすっごくわっ惜しいたんかーいって思って、そうミクリン甘いなって、そう惜しいたんかーいって思って、そうさーって思っちゃいましたね。これミクリンのことね少しはねなんか好きになってくれたらいいなって思ったんですけど、って言ってなんか多分バンしてって書いてたんですよね。バンしてって書いたからおみ結構バンしたんですよ曲中でも。でお見送りでもバンしようと思ってありがとうって言ってねバンしてって思ってたから、でバーンってやったんですよ。バーンってやった瞬間にくるって変わって違うメンバーの名前書いてあったから、その時のこの私の気持ちちょ考えてください。ずっとバンしてって書いてたからずっとバンしてたんですよ。で最後のお見送りで頑張るぞって思ってバーンってしたらくるって変わったら違う名前があったんです。もうすっごく悲しくって、うち本当にあいたんだねって思ってすっごい辛かったんですよ。まだまだ見事に振られましたよね最後の最後で。いやもう本当にすっごくバンしてたのにもう本当に悲しいと思いました。まあでもこれをきっかけに少しは私のこともこうね好きになってもらえたら嬉しいなって思うけど、そんなことあるかな、応援してくれますかね。まあ公園で目がねたくさんあったからってそんな応援しませんよね。軽くもっと頑張らなきゃって思いましたよね。公演積み重ねてね、はい公演がしたい、どん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 応援してもらいたい。うん、すごいちょっともうちょっと頑張ろうって思いましたよ私。はい、うんうんうん、あのもう本当にうちわが原動力、公演のありがとう、声が出せない分ねうちわから熱意を感じるよ、ありがとう。そろそろランキングはもうありがとう、公演大好き、前夜祭も9周年も楽しみ、頑張るぞパフォーマンス、これ終わったら練習しよう。
ランキング読もう早めに。13位はみんなミクさん、12位は銀一の健さん。あのみんななんか遅くまでずっと見てくれててありがとうございます。11位はニコちゃんマーク、10位はみつのり、9位はしげぴー、8位はさしなこうじさん、7位はゆきたん、6位はほりちゃん、5位はりゅうちぇるちぇる、4位は肉の十字りんご、3位はれんちゃま、2位はたかゆき、10位はひろなこひろゆき。世界だ、世界でミクだけ楽しい賞、楽しい、ありがとうございます。配信ありがとう、また明日会おうね。明日会うよってありますっけ、あれ明日ってなんかあったっけ。あ、会えるかわかんないんですけど、会えたら会いましょう。ありがとうございます。院内で練習すれば、院内で練習します。携帯1個しかないんで、携帯見ちゃうんで。でもお風呂に入ってね、メイクも落とさなきゃいけないし、お風呂に入って1回目を覚まして練習して、明日朝から夜ね、夜まであるので頑張りたいと思います。みんなも遅くまでありがとうございました。見てくださって、こんな長い配信に付き合ってくださって本当に。あれ罰はだって、あ、うちって言ったですか。10回いい言ってないんで罰はありません。はい、ありがとうございました。おやすみクリン、大好き。